オマルるオマルーの位置オマルーはニュージーランド南東オタゴ地方に位置する町であり、人口は12,950人。オマルーオマルーとはマオリ語でマルーの場所を意味し、1100年代にマオリ族の部族が現在のオタゴ地方に入植し海産物、鳥類などを狩猟し、生活を始める。部族は石などを材料に工芸品を製作し、 部族の工芸品はニュージーランド全土へ行き渡る。1700年代後半にヨーロッパからの調査船が来航し、1800年代初頭にアマを収穫するためヨーロッパ人が入植する。1829年に捕鯨を目的とする船員たちが入植を始める。マオリ族の女性と結婚するヨーロッパ人が増え次第に人口と定住者が増加する。そしてオマルーは、 オタゴ地方の金山発見により、ゴールドラッシュの波に乗り、ニュージーランド有数の港町へと発展した。オマルストーンを利用した建設ラッシュも始まり、今日のオマルにも残る、素晴らしい建造物がたくさん建てられた。しかし、ゴールドラッシュの衰退と、鉄道式揮船の大型化により、急激に衰退、人口も減った。小型ペンギンのコロニーがあり、日が暮れた頃に、 海から戻ってくるペンギンを見ることができる。街中にはペンギンに注意の道路標識がある。街から歩いて15分程度のビーチには木頭ペンギンの小さなコロニーもある。こちらは夕方頃海から戻ってくる姿を見ることができる。ティマルー空港からクライストチャーチ国際空港、ウェリントン国際空港への航空路線が就航している。クライストチャーチ、ダニーデン。 クイーンズタウンタから高速バスが運行されている。ありがとうございます。